池田恒之は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将、大名、清須会議に出席した四人のお大家重信の一人、池田純年の子、子に、元助、照政など、尾張犬山城主、摂津兵庫城主、美濃大垣城主、通称は勝三郎、木伊神を自称、晩年に入道しかち入りとこうした、意味名をのぶてるとしている、 文も者もあるが、信頼できる、同時代資料には見当たらない。天文5年、尾張織田氏家臣、池田常都の子として誕生。母は養徳院。出身地は、尾張国、美濃国、摂津国、大美国など諸説あるが、信長後期に常起きの寄り木として、尾張国海東軍一式村の者がおり、その付近が有力である。父の常都は早くに死去したとされる。 母の養徳院は、織田信長の乳母であり、後に信長の父の織田信秀の側室となっている。幼少の頃から故将として、織田氏に仕え、桶狭間の戦い、身の攻略などで戦い、元気元年の姉川の戦いで活躍し、犬山城主となり一万冠を与えられた。以後も、比叡山焼き打ち、長島一向一揆、牧島城の戦いなどに参陣。天正二年には、 武田勝頼に奪われた、明智城のおさとして、東能の小里城に入った。常沖はそのまま、織田信忠の付属であったが、天正8年に、信長に抵抗し、摂津花熊城に籠もる荒木村重を破り、その丘陵を領した。天正10年3月、織田、徳川連合軍による、公衆征伐では二人の息子を出陣させ、本人は、摂津の留守を守る。 用信長から命令された。同年6月2日、本能寺の変にて、信長が、家臣の明智光秀に撃たれると、中国前面から引き返した、橋場秀吉に合流し、山崎の戦いでは、兵五戦を率いて、右翼戦法を務めて、光秀を破り、織田家の宿老に列した。小田家の後継をめぐる清須会議では、柴田勝家らに対抗して、秀吉、庭長秀と共に、 信長ジャクソ村の三方氏を擁立し、領地の再分配では、摂津国の内大阪、尼崎、兵庫において十二万国を領有した。翌天正十一年の静ヶ岳の戦いには参戦していないが、美の国内にて十三万国を配慮し大垣城に入り、岐阜城に池田元助が入った。天正十二年、徳川家康、織田信夫との小牧、長久手の戦いでは、 挙衆が注目されたが、結局は、秀吉方として参戦した。勝利がなった際には、終わり一国を約束されていたという。初戦で、犬山城を攻略した後、途中で、上城城に立ち寄り、三好新吉、森長吉、堀秀政と共に家康の本拠三河国を攻めようと、したが、合戦の前半で蔵に銃弾を受け落馬したことが、災いとなり、 長くてにて長吉と共に戦死。戦死の状況は長い直勝の槍を受けてのものだと言われている。去年49、着難の元助も共に討ち死にしたため、家徳は次男の照正が相続した。遺体は徳川勢に持ち帰られ一時東海国新居に葬られたが、後に京都、明神寺の寺運院に改装されている。滝川三郎助記を数ます。 滝川三四郎常年、池田常を着てるまさ。ありがとうございます。